山大塚古墳南大塚古墳群は埼玉県川越市にある古墳群。現在、関越自動車道が古墳群を貫いている。現存する古墳は山大塚古墳など13基で1969年に埼玉県選定重要遺跡に選定された。南大塚古墳群中最も東に位置する上円化方墳という得意な形態をしており、 1958年に川越市指定史跡に指定された。下方部の一辺63メートル、高さ1メートル、上円部直径47メートル、高さ3.5メートル。1991年と1996年に就航の発掘調査が行われている。直径32メートルほどの円墳であったが、大正5年の開墾で破壊された。主体部は、 奥壁及び側壁は破壊されているが、南に開港する全長11.55メートルの横穴式石室である。副装品は、立刀に、塚頭1、刀装具編1、留め金具編1、鉄属編22、通す1、槍ガンナ1、桑葉先編1、目能性マガ玉6、水晶性マガ玉2、漆塗り木製レンタマ1、ガラス製小玉3、 ガラス製薄玉14、水晶製切れ子玉に、混同製、環球、混同製環変五が出土している。これらの遺物は一括して、平成22年2月24日に指定有形文化財に指定された。菅原神社東古墳の上に立つ菅原神社、社殿直径20メートルほどの円墳。墳球の上に、菅原神社の社殿が混流され、 墳糾の変形が見られる山大塚古墳に関するカテゴリーありがとうございます。